しょっきり、しょっきりとは、相撲の禁じ手を面白おかしく紹介する見せ物。相撲の取り組みの前に、決まり手48手や禁じ手を紹介するために、江戸時代から行われていたが、現在では、大相撲の花相撲や巡業などで見ることができる。幕主大下の力士二人と行事が、土俵に上がり、対戦形式で禁じ手を紹介する。例えば相手を蹴り倒したり、力水を吹きかけたり、 現代のものでは、他の格闘技の技を見せたりもする。笑いを取るためにプロレスを真似て、ピンホールの3カウントを行事が取ってしまったり、どさくさに行事をノックアウトしてみたり、あるいはザドリフターズのコントよろしく一途感などの小道具が出てくることもある。巡業という工業全体から見れば一種の余興で、あるが、演じる本人たちはかなり真剣に筋書きを練っており、力士、 行事ともに体を張った芸を見せることが多い。元横綱審議委員会委員長の坂井忠正が、学習委員時代の相撲大会で友人と食き事を、やった際に、金言で知られた、野木魔レスケ学習委員委員長から終了後に、呼び出されたので恐る恐る出頭すると、あれは、ちょっとやそっとの稽古ではあるまい、よく頑張ったと褒められたという逸話を、半藤和都氏が紹介している。 禁じ手を用いているが、食りに限り反則負けはなく、勝負はなかなかつかない。これは、オチがつくまで行事が、本来なら、反則負けのところを、格別の情けをもってと宣言を繰り返し行い、取り直しにするためである。普段の取り組みでは見られない滑稽さから人気が高く、これを見たさに早い時間から、巡業先に足を運ぶ人もいるほどである。弓取り式同様に、 この食器量を務めた力士は出世できないというジンクスが存在する。ただし過去には、土地二清高が横綱に、出羽二式忠尾が関脇に、高原事件と天空海消場が幕内に、高野富士密蔵とが重量に昇進しており、これで破られたと考える者がいる一方、現在でも相撲界のジンクスを語るときには、かなりの割合で出てくるものである。また、 担当する行事は、基本的に、幕下格以下の行事が担当するため、昇進した場合は、食きりの役割は、後輩の行事に譲ることになる。幕下以下の力士でも、食きりでは大位長を言うことが許されている。ありがとうございます。